シャリーさん! おはよう! ベリアンさんに用事? はい、そうなんです! この間、リンカさんに呼ばれて リンカさんに? 頼みたいことがあるそうなんですけど シャリーさんはどうして? ほら、サンドドラゴンも倒したし ベリアンさんが何かビッグな仕事をくれるかもしれないなと思って きっと、リンカさんが何か紹介してくれますよ そうだといいな さあ、行ってみよっか おはようございます おはようございます シャルロッテさんもご一緒でしたか? 先日のサンドドラゴン討伐 お二人の活躍は自分の耳にも届いています ちょっと恥ずかしいね 町を守るために協力していただいたこと 会長も心より感謝しておりました そんな、こちらこそありがとうございます その件は会長が直接お伝えいたします 間もなく戻ると思いますので、お待ちいただいても? はい、わかりました リンカさん 私にできそうなビッグな仕事ってないですか? ビッグな、ですか? うん、産業廃棄物の運搬などいかがでしょう? かなりビッグなものがゴロゴロ落ちているそうですよ いや、そういうビッグはちょっと… では… あ、会長、お帰りなさいませ シャリステラさんがお見えです うん、待たせてしまったようだな え?あ、いえ実は君に、というよりも 君たちの船に頼みたいことがあるのだよ君は東の大陸のことを知っているかね? いえ、大陸があるといった程度のことしかわかりません まあそうだろうな 航路が途絶えて数十年が経つのだから だが先日、君たちがサンドドラゴンの討伐に成功したおかげで あの大陸への航路が再び開けそうなのだ まだ未開の地ゆえに危険もあると思うが 君たちの腕を見込んで調査を頼みたい すっご! 未開の地の調査なんて超ビッグじゃん! ベリアンさん お話は嬉しいんですけど 私には村を救うという使命があって もちろんそれもわかっている リンカ はい、東の大陸はこのステラードよりもさらに黄昏の影響が少ないという報告が届いております 黄昏の影響が少ない それはつまり水枯れを回避する術が東の大陸に存在する可能性があるということだ 本当ですか? 古い記録ですから信憑性は判断しかねますが 手がかりがないのであれば 足を運ばれてはいかがでしょう? やります! 私、東の大陸へ行きます! そうか、重ね重ねありがたいことだな この話は組合にも通してやる ラウルから詳細を聞き、迅速に対応してもらいたい はい! あの、私も一緒にラウルさんのところに行っていい? うん、もちろんですよ やった! それじゃ、早く行こうよ! おはようございます! おう、シャリーとシャリー シャリーとシャリーって… 仕事ねえだろ、同じ名前なんだから まあ、私はいいけど、ただいま戻りました
ああ、エスカさん、お帰りなさい。もう、クタクタです。ハリーさんとレイファーさんに引っ張り回されて。あの二人を連れて行ったのですか？姿は見えないようですが。自分たちはここに残るって言って動かなかったので、置いてきちゃいました。おいおいおい。何のお話ですか？ああ、シャリーちゃんたち。実は今、ちょっと東の大陸に行ってきたんだ。あ？東の大陸？サンドドラゴンがいなくなったから、行けるようになったんですよね。もう調査に出られたんですか？おお、耳が早いな。大陸の存在自体は、中央でも把握していたのですが、まだまだ未開の土地です。だから私がどんな感じなのか見てきたところなの。それでどうでした？ソウルさんの言った通り、こっちと比べると水枯れの影響が少ないみたいでした。まだ花とかが生き生きしてましたから。うんうん。他には？まだちゃんと見てないんですけど、美味しそうなものもいっぱいありました。もう結構です。エスカさんは休んでいてください。やれやれ、これじゃほとんど何も分からずじまいじゃねえか。あの珍しくでかい声出しやがって。どうした？私、ペリアンさんに東の大陸の調査に行くようにって言われてきたんです。会長に？はい、水枯れを防ぐ手がかりがあるかもしれないからって。あの知事。お願いします、私を東の大陸に行かせてください。それなら私も一緒に行きます。ちょっと落ち着けお前ら、今はまだ誰も行かせるつもりはねえんだよ。航続距離が長いせいでまだ航路が安定してねえんだ。本格的な調査は補給ルートを確保してからになる。私だけでも先に行かせてもらえませんか？水枯れは今も私の村を蝕んでいるんです。ダメだな、危険が多すぎる。エスカさんは一人で行けたんでしょ？だったら私たちだって大丈夫ですよ。サンドドラゴンだって倒せたんだから。うぬぼれるなよガキが。一人でサンドドラゴンを倒したつもりにでもなってんのか？特にシャルロッテ、お前には船も、それを東の大陸まで導く仲間も、一人で生きる力もねえ。騒ぐならまず地に足つけてからにしろ。私は行くわ。ユリエ。話聞こえてた。まああれだけ大声を出せばそうでしょうね。トレジャーハンターに未開の地を前にして行くななんて無理。別にお前を止めたりはしない。こいつらとは違う。いいえ、その子たちも同じ。手に入れたいものが東の大陸にあるのなら行くしかない。行くなとは言ってねえ、時期尚早だと言ってるんだ。流体時が終わったばかりで組合員も疲弊してるんだよ。航路が確保できたらこいつらにも仕事を回してやる。今は来ろ。私が一緒に行くわ。お願いします、ラウルさん。コルテスやテオジーも一緒ですから。おいおい、いくらなんでもお前らだけじゃ。ソウル、東の大陸に行けるようになったんだってな。ああ、ホムラですか。行けるには行けますよ。危険、冒険、俺は大歓迎だ。さあ、早く船を出せ。まだ増えるのを待つ？
もういい、わかった。好きにしてくれ。やったー、ありがとうございます。腕が鳴るな。では正式に依頼を発行します。航路が安定していないため安全は保証できませんが、ケブル東の海を越えたら大陸を地形沿いに進んでファーブ村という集落を目指してください。ファーブ村ですね。ええ、現状東の大陸で我々が接触した唯一の人が住む土地です。はい、わかりました。もう言い飽きたが、無茶して怪我だけはするなよ。いいかシャリ、お前もだ。シャリちょっといい？あ、ウィルベル師匠。ん？何よあんた、へこんでるの？いえ、別に。どうしたんですか？なんだか改まって。うん、調査隊が東の大陸に行くって聞いたんだけど、ルートや調査内容ってあんた知ってたり？ああ、はい、少しなら。師匠、東の大陸に興味あるんですか？まあね。確かケブル東の海を通過した後、大陸を地形沿いに集落を目指すだったかな。ああ、じゃあ今回は無理かな。いや、でも行かないと始まらないし。あの、師匠は何か探し物でもしてるんですか？初めて会った時も確かそんなことを。何よ急に。この際だから言うけど、私修行中の魔法使いなの。錬金術師じゃないのよ。何よその顔。それ本当ですか？黙っててごめんね。ま、錬金術師とは長い付き合いだからそれなりに詳しいのよ。だからあと少しの間は錬金術も教えてあげられる。あんたが自立するまでなら多分付き合ってあげられると思うから。ウィルベル師匠はウィルベル師匠です。今さらそれは変わらないです。案がと、ともかく、私の修行は精霊との契約を結ぶこと。東の大陸にいる精霊を探したいの。そうだったんですね。それじゃあ、一緒に東の大陸に行きませんか？は？私、シャリーちゃんたちと一緒に東の大陸に行くんです。だから、師匠も一緒に。何それ！調査隊ってあんたたちのことだったの？早く行ってよ。え？ほら、そうと分かれば早く行きましょう。ま、すみません。おい、シャリー。ある？東の大陸に行くんだって？情報早いな。まあ、父さんが東の大陸の調査に乗り気だしね。もっとも、僕は行くなって言われたけど。金持ちのボンボンっぽいわね。ウィルベルさん、それは言わないでくださいよ。っていうか、師匠とアルって知り合いだったんですか？まあ紹介に行ったら嫌でも会うでしょ。私もたまに頼み事されてね。しかも面倒なやつ。そんな風に思ってたんですか。それで何か用？私たち東の大陸に行く準備とかいろいろあるんだから。そうそう、それなんだけど、向こうへ行ってもしオートマタの情報があったら僕にも教えてほしいんだ。お
オートマタ？また金持ちの道楽？道楽なんてものじゃないよ！オートマタ、それは天井の絶えなる調べ。このお坊ちゃまっていつもこうだっけ？はい、だいたいこんな感じです。あ、本体を発見したらもちろん持ち帰っておくれよ。ああ、オディリア、君の足元にいつかたどり着かん。行きましょうか。そうね。で、そういえばあんた、さっきまでへこんでたみたいだけど、もう大丈夫なの？え？ああ、はい。なんか喋ってたらいつの間にか。あ、そ、ならいいわ。はーい。こんにちは。あ、シャリーさん。シャリーちゃん、お待たせ。さあ、張り切って東の大陸に行こう。あの、大丈夫ですか？あ、ラウルさんのこと？平気平気、もう全然気にしてないって。そうですか、よかった。それよりも東の大陸だよ。まずは海を越えるんだよね。はい、コルテス兄様とテオジーが準備を始めてくれています。そっか。ん？水枯れの原因を見つけられるように頑張ろう。はい。なの？まだだぞ。東の大陸は目と鼻の先だけどな。ホムホムは東の大陸に行ったことがあるんだ。お、ないぞ。ないの？さっき航路図見たからな。ああ、なるほどね。いやあ、君たち、また人がやってくるなんてね。どうやらサンドドラゴンが倒されたというのは本当らしい。
と？ここはかつてステラードとの交易の中継地点として使われていたんだよ。最近になって西から来る人が増えていてね。もしかしたらまた交易ができるのかい？調査のために来たんです。うまくいけば交易もできるようになるかもしれないよ。それはいい知らせだ。あの、ファーブ村という場所を探しているんですけど、ここから近いでしょうか？ああ、この先にある結晶渓谷を抜ければすぐだよ。だが、獰猛な獣や大きなスラグが住み着いているから危ないんだ。ギギ。大丈夫だシャリー、俺に任せろ。そういえばこの間、見知らぬ二人組が結晶渓谷に向かっていったよ。大丈夫かな？見知らぬ二人組？ここまで来たはいいが、確かに危険そうだ。死角は多いし、足場も悪い。どうする？コルテスさん、もしかして気にしてくれてる？大丈夫だって。ステラードの人間はこう見えてみんな体力あるから。シャリーさん、頼もしい。そうか。じゃあ行こう。母さん、大丈夫？母さん！シャリーちゃん、いきなりずるいわよ。おかげでバレちゃった。何言ってんの？医者さん、こうして休んでれば大丈夫だって。でもそんなのどう考えても嘘だ。どうしたらいいの？誰か助けてくれる人は？え？あんたのお母さんが？師匠、私どうしたらいいですか？師匠の魔法なら治せるんじゃ。魔法はそんなに万能じゃないの。それに私、もともと攻撃用の魔法ばかり練習してたし。そんな。ごめんね。そうだ、シャリー、ジェラールさんよ。ペリオンさん？昔お母さんの上司だったんでしょ？何か知ってるかも。そっか。私、行ってみます。メリアンさん！血相を変えて、一体どうしたのですか、シャルロッテさん。私の母さん、ナディと言うんですけど、昔、ペリアンさんのところで。ナディさんは自分の上司でした。よく知っています。そうなんですか？それで、ナディさんがどうされたんですか？今日、いきなり倒れて。でもお医者様は詳しいことわからないみたいで。ナディ・エルミナスか。
有能な部下だったよ。ベリアンさん、ナディが倒れたというのは本当か？はい。そうか。何か知ってるんですか？君の父上に不幸があった時、一度ナディと話をした。その時すでに彼女は難病に侵されていた。難病？母さんは病気なんですか？胸の病だ。過度な運動を控えれば日常生活に支障はない。が、進行が進めば話は変わる。そして、現在の医療では。そんな、じゃあ、母さんはどうなっちゃうんですか？眠っているなら、目を覚ますまで休ませてやることだ。私もできる限り支援しよう。ベリアンさん。何かあったら言いに来なさい。遠慮することはない。はい、ありがとうございます。ナディは本当によく私を支えてくれた。実に有能だったよ。できることならばこの紹介のためにまた力を貸してほしいくらいだ。コルテス兄様。シャリーか。ちょっと考えていたんだ。サンドドラゴンを倒したから、これで俺たちへの評価も変わるだろうってな。どうした、シャリー？思ったんだけど、サンドドラゴンってただそこに住んでただけなんだよね。なんだかかわいそうだったなって。考えてみるとそれもそうかも。普通はこちらから刺激しない限りは襲ってきたりしないって。それはそうかもしれないが、現にこの船も襲われたじゃないか。兄様はドラゴンを倒すことは何とも思ってないの？サンドドラゴンは恐ろしい相手だった。だからこそ倒せたことはむしろ誇らしいな。誇らしい？ああ、カリウドの一族にとっては強大な存在であるドラゴンを倒すことは名誉なことだとされている。だがそれは置いておいても、人間に害をなす存在を倒すことができたというのが単純に嬉しいんだ。コルテス兄様ってそこを割り切りすぎてる気がする。都合がいいところで狩人の名誉を持ち出してくるし。ならドラゴンに出会ったらおとなしく食われて死んだ方がいいって言いたいのか？そうじゃないけど。話してわかる相手や話す時間があるなら別のやりようもあるかもしれないけどな。死にたくないなら倒すしかない。確かにコルテスさんが言ってることは変じゃないと思うよ。本当に他に方法ないのかな？俺には思いつかないな。少なくともあの時は他に方法がなかった。さん、ちょっとお聞きしたいことがあるんですけど。シャリーか。何をもじもじしている？その、母さん、いえ、母がベリアンさんのところで働いてたって聞いて、でもなかなか実感湧かなくて。ナディの引き際は、それは見事だったからな。あの、こちらで働いていた頃の母ってどんな感じだったんですか？やっぱりちょっと天然だったんですか？天然か。現役時代のナディはそれは有能な秘書でな。私なんぞ始終叱られていたものだ。マジですか？あ、いえ、本当ですか？荒くれ者にも負けない度胸を持ちながら気配りの行き届いた女性だった。自分の秘書としての教育を施してくださったのもナディさんなのです。そ
うだったんですか。なんだか今の母さんからは想像もできない。シャリー、時々はこうして私を訪ねてくるといい。ナディの近況には私も興味があるからな。はい。ベリアンさんって怖いだけの人じゃないんだな。ここが東の大陸の町なんだ。ここがね、本当にあったんですね。ステラードと文化的には大きな違いはなさそうなのに、町によって雰囲気全然違うんだ。当たり前じゃん。ねえ、シャリーちゃんの村とも全然違う感じ？私の村はそもそもずっと小さいよ。でも知らない町に来たのはこれで二つ目。世界って広いんだね。先に言われちゃった。同じことを考えてたんだね。こんなとこに突っ立ってるのもなんだから、中へ入ってみましょう。あまり役に立ちそうな情報はなさそうですね。せっかくここまで来たのにな。ん？あそこの人たち何やってんのかな。俺知ってるぞ。やあやあ、これはこれは。僕は世界をあまねく駆け巡る地の探求者、ハリー・オルソンさ。俺っちはレイファー。自分で言うのもなんだが、凄腕のトレジャーハンターだぜ。よーレイファー、守備はどうだ。おお、ホムラか。こんなところで会うとは奇遇だな。忘れたのかレイファー、俺たちの世界に偶然なんてものはないぞ。そうなの？まあな。俺らトレジャーハンターは当てずっぽうで遺跡に挑むわけじゃない。それじゃあ命がいくつあっても足りないからな。当てずっぽうは素人のすることだ。俺たちは調査に調査を重ねて挑む。だからトレジャーハンターがそこにいるには理由があるのさ。じゃあここへは。そうです、お嬢さんはお目が高い。お嬢さん方はソウルグラマン氏をご存知ですね。ソウルさん？はい、知ってます。僕たちは過去の素晴らしい冒険をめぐって知り合いましてな。これは今度執筆予定の本の出だしに使えそうだ。本も書いてるんですか？おお、なんと学術的にも価値の高い僕の著書を知らないとは、なんと気の毒な。ステラードに戻ったら取り寄せて差し上げよう。どうも。それでお二人はソウルさんの依頼でここに来たんですよね。ああ、こっちの大陸への航路が復活したばかりだっつーんで、先遣隊って名目で一番乗りだ。あれ、もしかしてエスカさんが言ってた二人って。ああ、あいつは途中で帰りやがったからな。遺跡調査でもよくあるんだが、本格的な調査の前にまずはプロのトレジャーハンターに様子見させる。
予想外の危険はつきものだからな。この大陸にはおそらく発見を待っている素晴らしい前時代文明の遺産があるに違いない。オートマタを女神として祀っていることにも失われてしまった記憶があるに違いないのですよ。オートマタ女神、そういえば町の人たちも女神様がいるって。ま、この町自体には大した拾いもんはねえよ。残念だったな。そうですか。一応私たちも町を見て回ろうよ。うん、そうですね。これ、人？ああ、これがオートマタだよ、シャリ。オートマタ？人間そっくりの人形？シャリーさんはこれを知ってるんですね。前にステラードで見つけたことはあるんだけど、それ以外は私もさっぱり。アルが欲しがりそうだけど、持っていけそうもないよね。アルバートさん、デリアンさんの息子さんですよね。多分女神様ってこれのことだと思うし、持って行ったら怒られそうですよ。だよね。おっとお嬢さん方、お待ちなさい。あ、ハリーさん。何ですか？こうして出会ったのも何かの縁。そこでこの僕ハリー・オルソンが入手した貴重な研究結果を大変お安く譲って差し上げよう。まあ要はロギンが尽きてきたんだけどな。レイファー君、野暮なことを言うのはよしたまえ。ピンチをチャンスに、危機を正気に変える僕の術こそ我がハリー紹介成功の秘訣ですぞ。ま、興味があったら声をかけてくれよ。助けると思って。うん、特に成果らしい成果はなかったね。はい、黄昏の影響がまだ及んでいないらしいことくらい。でももっと詳しく調べればきっとルギオ村を救うヒントが見つかるはずです。シャリーちゃーん！え？エスカさん？どうしてここに？うん、ラウルさんに言われてきたの。みんなを呼び戻すようにって。ラウルさんが？呼び戻す？町の水源に異常が起きてて大変なことになってるんだ。え？町の水源が？人手が足りないから急いで戻ってきてほしいって。わかりました、すぐ戻ります。あ、待ってよ。ステラードの水源に異常が。とうとう黄昏の影響が待ったなしになったのかな。どうしよう。どうしてこんな時に。調査もまだ不十分なのに。そりゃそうだけど、でもシャリーちゃんの村にも関わる危機かもしれないし。村はとっくに危機を迎えてるんです。でもどうにか耐えてきました。ステラードの件も黄昏のことを調べた方が根本的な解決になりそうなのに。そうは言っても町に何が起きてるのか知るのは大事だよ。何か新しいことが分かるかもしれないし。そうでしょうか。早く着かないかな。この船、これでも精一杯ですし、
必ず町には着きますから。うん、そうだよね。水源に一体何が起きたの？落ち着け。とりあえず応急措置は終わってる。応急措置？とある錬金術師が水源管理装置の不具合を見てくれてな。とりあえずなんとかなってる。たまたま通りかかったんですよ。ちょっと問題のある人物だったので頼りたくなかったのですが。ですか？まあその話はいいでしょう。ともかく時間が稼げることに変わりはありません。時間を稼いでどうするんですか？とりあえず中央も重い腰を上げて調査を始めるようですから、お二人はしばらく待機していていただけますか？わかりました。何もできないのって歯がゆいな。仕方ないですよ。でも応急措置ができたってことは慌てて戻ってくることなかったかもしれないですよね。おう、その依頼受けるのか？受けるなら俺から軽く説明させてもらうぜ。今回依頼があったのはスラグ効果の収集だ。それなりに枚数が欲しいようだな。スラグ効果？お前は聞いたことないか、シャリー。この辺りで昔お金として使われていたことがあったらしいんだが。よく知らないですね。昔の話だからな。俺も詳しくは知らねえ。誰も使ってないしな。今さら集めてどうするつもりなのかな。まあそんなわけで頼むわ。依頼人を悲しませないでやってくれよな。任せてください。お二人ともいいところに。新しい品物がいっぱいですから、どんどん見ていってくださいね。でも特に必要なものはないかな。あ、ねえ、あれ見て、あれ。ひょっとしてオートマタ？ねえカトラ、あれっていくら？おやおや、随分興奮してらっしゃるようで。さてはこの人形、かなりの貴重品ってことですね。今まで見たことない品だったので値をつけかねてたんですが。そうと分かればこれくらいでいかがです。すぎますね。おやおや、それは残念です。それではまたの機会を楽しみにお待ちしてますね。どうしよう。大丈夫だよ。見たでしょ、あの値段。あれではさすがに誰も手が出ないよ。そうだよね。とにかくお金を集めなきゃ。足元を見てくるな。確かに高額だけど、オート
トマタなんてなかなか見つからないし。しょうがないな。わかった。その値段で買うよ。え？本当に買うんですか？この値段ですよ。私だってこんな大金出したくないです。でも買いますよ。なんだって？なんか言った？いえいえ、こちらの話ですよ。それじゃ、お買い上げありがとうございます。でも、本当にいいんですか？さすがにちょっと申し訳ないので、これ、持ってってください。ちょっとしたおまけです。ああ、シャリー、どうしたの？今日はアルにすっごくいいものをあげようと思ってきたんだ。いいもの？一体何なんだい？はい、これ欲しいんだよね。これはオートマタじゃないか！前に集めてるって言ってたじゃない。バッチリ見つけてきてあげたよ。これ本当に僕がもらっちゃってもいいのかい？もちろん。っていうか、あるみたいなオートマタマニア以外にこんなの欲しがる人なんていないしね。ふふん、今の僕は幸せの絶頂だからね。昭和の幼馴染に嫌味を言われたくらいじゃびくともしないのさ。昭和で悪かったな。それにしてもどうだい、この洗練された美しいフォルムに美しい顔、まさに造形美の極みじゃないか。まあ確かに可愛いお人形には見えるけど。はあ、そうですね。あー、歌った、歌ってくれたよ。ああ、なんて透き通った綺麗な声なんだ。そうだ、これお礼だよ。またオートマタを見つけたらぜひ僕のところまで持ってきてよね。これでまた一歩、愛しのオーディリアの真実へと近づくことができる。はあ、なんたる幸運なんだろう。それじゃあ、アル、また今度ね。いつ見てもいいなあ、エスカさんのお店。こんにちは。買い物に来ました。ありがとうございました。どうしたんですか？あんまり良くないんだけどね。あれだけそっくりだとなかなか慣れなくて。そっくり？実は以前住んでいた町にもいたんだよ、リンカさんが。そうだったんですか。同じ町の出身なんですね。そうじゃなくて、今いたリンカさんと前の町にいたリンカさんは名前も見た目も一緒だけど別人なんだ。
すみません。言ってる意味がよくわかりませんでした。私の頭が悪いのかな。実は、私もよくわからないんだよね。そういえば、世の中には自分にそっくりな人が3人はいるって聞いたことが。それとも、双子とか？そういえば、姉妹がいるって言ってたな。それでもそんなに似るものなのかな。リンカさんに姉妹がいるなんて初めて聞いたな。よし、聞きに行ってみよう。リンカさん、こんにちは。なんでしょうか。リンカさんの姉妹ってすっごくリンカさんに似てるって本当ですか？それは一体誰からお聞きになったのでしょう。リンカさん、ひょっとしてまずいこと聞いちゃいました？いいえ、その実は自分はごく幼い頃に離散してしまいましたが、8人姉妹の7番目でして。8人姉妹？エスカさんがお会いになったというと、おそらく末っ子だと思われるのです。しかし、そんなに似ているはずは。慣れないくらいそっくりって言ってましたけど。8番目ならそんなはずはありません。自分はあんなにガサツではありません。フルセットにいたリンカさんは8番目の末っ子で、あのリンカさんは7番目なんだ。よく兄弟姉妹がいる人って似たくないって言うみたいだけど、そういうものなのかな。それにしても似てると思うけどな。とりあえず分かったことは結局なんだかよくわからないってことですね。これとこれと、あといつものやつはある？ええ、こちらにありましてよ。あ、ごめんなさい。お気になさらないで。どうぞごゆっくりしていってくださいましね。ええ、あ、いえ、今日はこれだけでいいわ。あら、残念。どうぞまたいらっしゃってくださいね。おーい、ウィルベル師匠。なんだ、あんたたちいたのね。あの、ウィルベルさんってローゼミアさんが苦手だったりするんですか？え、何よいきなり。間違ってたら失礼なんですが、さっきのウィルベルさんを見てたら、なんだか。あ、それ私もちょっと思った。なんていうか、怖がってるみたいだった。はぁ、あたしとしたことがそんなに顔に出てたなんてね。じゃあやっぱりローゼミア本人と何かあったってわけじゃないんだけど、どうにも雰囲気が似てるのよね、私の大ババ様と。大ババ様って確かウィルベル師匠の師匠のめちゃくちゃ力がある魔法使いさんでしたっけ？そう、見た目とか口調は優しいんだけど、本当はすっごく厳しい人なのよね。おかげでローゼミアの前でも緊張しちゃって、あのありさまってわけ。二人も大ババ様がいるみたいで、たまったもんじゃないわよ。こんにちは。うん、ソウルさん、その顔どうしたの？目の下にクマがバッチリできてますけど。全てはこの状況のせいですよ。
人手は足りないのに仕事ばかりが増えていく。正直に言えば最悪の気分です。私が言うのもなんですが、役所の仕事というのはどうしてこう無駄に書類も手続きも多くなるんでしょうね。いっそもう全て引き裂いてやりたくなりますよ。真顔で冗談言うのはやめてください。いえ、冗談なんかじゃなく本心なんですけどね。余計怖いって。そういえば以前、今の私と同じような立場の先輩がいたんですが、彼女もよく愚痴を言っていましたっけ。今ならその気持ちが非常によく理解できます。そうだソウルさん、お菓子のことでも考えようよ。きっと楽しい気分になるよ。あなたは鬼ですか。お菓子を思うままに作れないから余計にストレスが溜まってるんじゃないですか。今やお菓子のことを考えるだけで書類をつかむ手が震えるありさまですよ。ごめんなさい、私が悪かったです。ソウルさん、一度落ち着きましょう。ソウル、これをやるぞ。頑張って生き延びろ。エスカさんの策ですね、これは。いつもほんの少し爪が甘い。これはさっさと書類の山を片付けて、私が手本を見せてあげねばなりません。なんだかソウルさんが元気になったよ。俺、役に立ったな。あ、聞きましたよ。頼んでおいた依頼をやってくれたそうですね。これ、つまらないものですが、お礼です。言われた通りに集めてきたけど、スラグ効果なんて一体どうするの？嫌だな、それは非常秘密ですよ。でも効果集めを手伝ってもらいましたからね。少しくらいならお話ししてもいいでしょう。実はこれ、この町で扱っているお店が一軒もないんです。それでうちが大々的に売り出せばさぞ高値で売れるだろうと。舞い散る札束、踊るコインの山、カトラの店の大売り出し。あー、今から笑いが止まりません。はあ、そうかもね。おっと、これは長々と失礼しました。売り切れの際にはぜひまた仕入れをお願いしますね。どうぞこれからもご贔屓に。師匠、この前の話ですけど、ローゼミアさんに率直なところを聞いてみたらどうですか？本当に行くの？そりゃそうですよ。だってウィルベル師匠の師匠にそっくりってことは、ローゼミアさんも魔法使いかもしれないじゃないですか。私も気になります。ウィルベルさん、聞きに行きましょうよ。できれば会いたくないんだけどな。あら、お揃いで。ようこそいらしてくださいましたわね。あの、ローゼさんって魔法使いなんですか？あんた、相変わらず直球ね。あらあら、急にどうなさいましたの？夢のあることを言うお嬢さんですわね。お願いします、教えてください。そう言われましても、何を言えばいいのか見当もつきませんもの。手ごわい。いい加減しらばっくれるのはよしなさいよ。隠しきったつもりなんだろうけど、かすかに残ってんのよ、あんたの魔法の匂い。
あら、やっぱり気づきまして。え？おっしゃる通り、私は魔法使いですの。いいえ、魔法使いだったと言った方が正しいですわね。だったって、それじゃああんた自分の意思で魔法使いをやめたっていうの？ええ、そういうことになりますわ。だからあなたの言ってたことは少しだけ間違ってますの。私は自らの魔法の力を隠してたわけではなくてよ。もう長い間使っていないから自然に薄れていったというだけ。でもこんなにも時間が経ったというのにまだ残っているものなのですわね。あの魔法使い、なんでやめちゃったんですか？私、一日に答える質問は一つだけと決めていますの。それにあんまり人のことを詮索するのは野暮というものですわよ。はーい、誰だろう。あれ、リンカさん、どうしたんですか？突然のことで申し訳ありませんが、今から紹介の方に来ていただくことは可能でしょうか？え、いいですけど。なんだろう、やっぱり母さんのことはどうでもよくなったとか。今日はぜひシャルロッテさんをお茶にお招きしたいと会長が。急に呼び立ててすまなかったな。ナディの調子はどうかね？今のところぼーっとしたところもあって、でも何かと世話を焼いてくれて安静にしてほしいんですけど。放っておけば動き回ってしまうのだろう。もうそうなんですよ。すいません。堅苦しい礼儀は気にしなくていい。若い者は元気であるべきだ。会長はシャルロッテさんにお伝えしたいことがあるそうなのです。え、何でしょう？君の父上はよその町から移り住んできた錬金術師だったか。そう聞いてます。彼がナディを文字通り私の元から下町へと奪い去っていった時にはそれは腹立たしかった。私が下町を意識的に嫌うようになったのはそのせいもある。大人げなかったものだ。それだけ部下として彼女に多くを委ねていたのだよ。そうだったんですか。ナディさんが辞められた時、自分はまだ新米に毛が生えたようなものでしたから、随分と心細い思いをしました。君が生まれた後、何度かナディに復帰してもらえないか尋ねてみたのだがね、見事に断られたものだよ。自分はすでに一線を退いて久しい身だからとね。母さんが。シャリー、ナディは幸せそうかね？私にはいつも能天気で天然でおおらかでちょっとバカで、そんな母に見えます。ならば幸いだ。やだな、ベリアンさん。神器臭い話はこのくらいにしましょうよ。第一、母さんがすぐどうにかなるって決まったわけじゃないし、あれから倒れてないし。
それもそうです。そうだな、つい懐かしくて湿っぽくなってしまった。シャリー、君が嫌でなければ時々こうして話し相手に来てくれないか。私も未来を見ることにしたいのだ。え、もちろんですよ。わかりました。あのペリアンさんがね、ちょっと見方変わっちゃったかも。どうしたの？いつもと違って元気ないよ。実はとんでもない失敗をしてしまったんです。シャリーさんに集めてもらったスラグ効果を店に並べたんですけど、全く売れなくって、おかしいなと思ってたら、なんと価値があったのは過去のこと。今じゃさっぱり価値がなくなってしまったので。そうらしいね。そうらしいって、ご存知だったんですか？うん、ラウルさんが言ってたから。知っていたらなぜ早く教えてくれなかったんですか？お金そのものを商品にするなんてすごいなって思ったから、きっと思いもよらない方法があるんだろうなって。このカトラ、商人としてまだまだ未熟だったと痛感する限りです。やっぱりみんないろんな苦労があるんだな。この損失を埋めるためには相当大きな商売をまとめなければいけませんからね。と、そうでした。そういえばお二人は錬金術師でしたよね。実は錬金術師の方におすすめの一品を入荷したんですが、ぜひご覧になっていきませんか？あ、いや、残念なんだけど、私今持ち合わせがないんだ。ちょ、お二人とも待ってくださいよ。よくいらしてくださったわね。探し物っていうより相談なんですけど。もちろん構いませんわよ。あの、いくら先に進もうとしても同じ場所に戻ってきてしまって進めないっていうことってありますか？おそらく無限回廊の罠でしょうね。昔はよくそうした仕掛けがあちこちに巡らされていたものですわ。やっぱりなんかおかしいなって思ったんだよね。ずいぶん悩まされたご様子ですこと。昔はそうした仕掛けを抜けるための道具も存在したのですけれどね。本当ですか？それは一体？そういった場合、対象者は仕掛けによって視覚に影響を及ぼされていることがほとんどですの。ですからある種の目薬を刺して視覚を正常な状態に戻してやればいいわけなんですよ。ああ、なるほど。ただ残念ながらその目薬のレシピ、全く年は取りたくないものですわ。ううん、すっごくためになりましたもん。ローゼさんってめちゃくちゃ年取ってたりするのかなって、女の人の年のこと考えたらダメだよね。幽霊船ですと？はい、ある場所から先へ進もうとするとなぜか同じ場所をぐるぐる回ることになっちゃうんですよ。これってやっぱり呪いか何かなのかな？テオジ、何か知ってる？黄昏の海に沈む幽霊船の話は確か聞いたことがありますぞ。
その幻ってどうしても消せないのかな。確か幻を払う道具というものがあると聞きます。これを作って持っていけば先に進めるんだね。ありがとう、テオクーガさん。テオジーはやっぱり物知りだね。お、いいところに来ましたね。実は、おいしい話があるんですが、興味はないですか？そりゃまあ、おいしいなら。ご存知のように、この町では水不足が深刻化してきていますが、この事態は見方を変えるとチャンスでもあるのです。チャンス？水不足がさらに進行すれば皆がこぞって水を求めますから、それを見越して今のうちに水を大量に集めておいたらどうなると思います？たとえちょっとばかり高いお値段であろうとも、いずれ飛ぶように売れるはず。そうは思いませんか？思う。とってもそう思う。でしょ？さあ、一緒にこの新しいチャンスをつかもうではありませんか。え、一緒にって、何をすればいいの？いえいえ、お二方はただ水を集めてきてくださればそれで結構です。本当は自分で集めたいところですが、水を集める能力はないですし、店もあるので動けないんです。その代わり、集めていただければあとは私の商人としての嗅覚を最大限に発揮して、そしてそのお代は私たちで山分けにする。山分けっていうのはなかなか美味しいかも。その話乗った。よし、決まりです。それではお水期待してますよ。これだけあれば当面は十分でしょう。結構大変だったよ。重いから運ぶだけでも大変だし。それはお疲れ様でした。そうそう、とりあえず作業をしていただいたので、先にその分のお礼をしておきますね。あとはこの水を店に並べておきます。お二人とも少々よろしいでしょうか。新しい調査を依頼したいのですが。任せてください。ありがとうございます。その前に一つお伝えしておくことがあります。これからの仕事は機密事項に該当する項目を多く含むものです。それってすっごい大事な仕事なんじゃないですか？どうして私たちに？大事な仕事だからに決まっているでしょう。あなた方の調査によって多くのデータが集められているのですよ。こういうことはあまり言いたくないのですが、あなた方の実力は相当なものです。自分たちが必要とされている存在であることを強く自覚した上で次の仕事に取り掛かってください。しかし、こんなに水のことで大騒ぎしてたら今年の水祭りは中止かな。シャリーさん、水祭りって何ですか？ステラートで昔から続いているお祭りで、豊かな水に感謝して水遊びをするんだよ。でも今年は水枯れの話も出てるし、もしかしたら開催できないんじゃないかなって。ああもう、数少ない楽しみの一つなのに。なんだか楽しそうなお祭りですね。うん、出店もたくさん出るし、その日だけはいくらでも水使い放題で遊べるんだ。とっても気持ちいいんだよ。俺がステラードにいた時もやっていたっけ。確かに賑やかな祭りだったな。それにいろいろとあったしな。コルテス兄様？
顔が緩んでますけど、何か楽しいことでもあったんですか？いや、なんでもない。気にしないでくれ。おかしなコルテス兄様。でも、水祭りが中止にならないといいですね。うん。お祭りがあったら一緒に遊びに行こうね。約束だよ、シャリーちゃん。はい、よろしくお願いします。どうやらここが最深部。財宝があるとすればここか。不気味な場所。幽霊船の名は伊達ではなかったってこと。こんなところを歩いてる時にそういうこと言わないでよ。もしかして怖いの？違うよ。ただほら、あんまり変なこと言って本当になっちゃったりしたら困るじゃない、みんなが。し、黙って。油断しないで。こいつが今のここの主。行くよ。
力で行くわよ。しばらくお別れ。力が溢れる。行くぞ。俺を本気にさせたこと後悔しても遅いぞ。やる気出すよ。自律制御。少し黙らせるよ。もらったわ。逃がさないか。これで何でもお見通しだ。始めるわよ。命の炎を燃え上がらせるよ。力切れ。全力で行くわよ。しばらくお別れ。やる気出せ。せかせしょ。力が溢れる。行くぞ。自然の乱れ気に振り舞いするぞ。しましょう。お仕置きが必要なようね。まだこれからよ。フィナーレあなた一人で迎えてね。やりすぎたかしら。汗かいちゃった。完了ね。修行の成果が出たみたいね。次はもっと効率化できそう。この経験活かせそうね。多分ここが一番奥の部屋のはず。お宝とご対面。これだけ。こんなケチくさいものばっかり。まさか船に眠っていた財宝がこれだけとは。なんだか残念ですね。くわー、全然割に合わないじゃん。話に尾ひれがついたのね。がっかりはしたけど、伝説の幽霊船の存在を確かめただけでも個人的には収穫だった。それにこれで私の目的が終わったわけじゃない。これからも財宝探しは続ける。おお、お前らか。どうだ、仕事の方は順調か。早く一流になってくれよ。期待してるんだからよ。任せてください。すぐ一流になりますよ。そう、ユリエさんくらいの。ユリエさん、大人っぽくて素敵で、確かにあんな人になりたいです。大人っぽくて素敵ね。まあ間違っちゃいないけどよ、案外面白いとこもあるんだぜ。
やそいつは俺の口からは言えないな。どうしても気になるって言うなら直接聞いてくるといい。なんだろう、気になるね。なら早速引きに行ってみよう。で、ラウルさんが言うんですけど、ユリエさんって何か面白いことしてたりするんですか？あいつ、一度閉めてやった方がいいかも。ユリエさん？ああ、この間手帳の中身を読まれてしまって、多分そのことを言ってる。中身って？仕事のこと。どんなところに行ったかとか、何があったかとか。ずるいずるい。そんなに面白いんだったら私も読みたいです。私も。もしユリエさんのご迷惑でなかったら読んでみたいなって。いいけど、本当に単なる記録だから。感想なんかも少しは書いてるけど。ね、大したことは書いてない。そんなことないよ。めちゃくちゃ面白かったし。私、長い文章を読むと眠くなっちゃうんだけど、ぐいぐい読んじゃったし。ユリエさんきっと才能あるんだよ。ありがとう。今まで人に見せたことはなかったけど、そう言われるとまた何か書いてみようかな。あ、シャリーちゃんたち。エスカさん、どうしたんですか？実はね、ソウルさんに書類の整理はいいから調査を手伝ってこいって言われたんだ。調査を？うん、シャリーちゃんたちはこの辺りの水源を調べているんだよね。私がこっちに派遣されたのも、もともとはそのお手伝いのためだったの。超。うん、これからは私も一緒に調査に行けるようになったから、いつでも誘ってね。ああ、エスカさんが一緒に来てくれるなら心強いですね。お菓子の準備は任せてね。心強いよね。ミールカってば、今日もひたすら練成してるのかな。ん？なんか声が聞こえるけど。ミールカ？毎日仕事ばかりして、もっと自分のやりたいことをしていいのに。別にやりたいことなんてないから。お金なら私が稼ぐ。だからミルカはもっと好きなことを。いらない。悪いけど集中できないから、出てってくれる？気にしないで。むしろ変なところを見られたわ。あの、ミルカと喧嘩してるんですか？特に理由があるわけじゃない。でも、あの子が中央から帰ってきて以来、ずっとこう。なぜか距離を置かれてしまって、今の私たちじゃ
喧嘩もできそうにない。あ、ひょっとしてユリエさん、お金を稼いでいるのってミルカのために？中央から帰ってきてしまったあの子をまた留学させてやりたいだけ。でも迷惑そうで。あ、このことはミルカには黙っていて。ユリエさんがそう言うなら。ミルカ、一体どうしちゃったんだろう。あ、これはこれはいいところに。ちょっとした質問があるんですが。何ですか？うちは掘り出し物をよく売るんですが、掘り出し物って普段あまりお目にかからないから掘り出し物じゃないですか。うん、そうだね。そんななので説明が必要になるんですが、尋ねなくても見てすぐにわかるように説明文をつけようと思いまして。それはいい案だと思います。ところがどうしたらいい説明文になるか今一つつかみかねてるんですよね。錬金術師のお二人なら変わったものもご存知と思いますし、そういう経験も豊富なのではないかと思ったんですが。さすがにそれはないよ。いろんなものは作るけど売ってるわけじゃないし。そう言われればそうでしたね。しかしそうなると困りました。あ、そうだ、ユリエさんなら何か力になってくれるかも。あれだけ文章を書くの上手なんだから。そうだね、聞いてみようよ。ユリエさん、質問があるんですけど。説明文を書くときってどういったことに気をつければうまくいくんでしょうか？できるだけ事実に忠実に、分かりやすくとしか言えない。どうして急に？実は。なるほどね。実物を見せて。この時計です。なんでも黄昏の海でナンパした船から発見されたらしいですよ。ああ、これまた見ることになるとはね。こういう感じでいいんじゃない？あ、なんかすっごいわかりやすい。たまたまその時計の発掘現場に立ち会ってたから、もしそれで大丈夫そうなら使ってみて。ありがとうございます。これならきっとすぐに売れますよ。あ、それとついでと言ってはなんですが、他にも書いていただきたいものがありまして、あと20、いや30くらい。いや、その時計はたまたま由来を知っていただけで、いくらなんでもこんなにたくさんは無理。さあ戻って。残念です。全部書いてもらえれば一気に完売御礼と。全部頼むのはさすがにちょっと無理がありますよ。ねえ、おとぎ話って詳しい？最近ぼんやりしてる時に思い出す話があって、でも最後がどうなったのか思い出せないのがもどかしくて、もしかして知ってるかなと思って。まあシャルには期待してないけど。
案外知ってるかもしれないし。金のオウムと銀のオウムの話どう？聞いたことがあるような、ないような、やっぱりないような。私も心当たりはないみたい。ごめんね。別に、聞いてみただけだから気にしないで。なんて言ってたんですよ。あれは相当気になってるんだと思うけどな。ゆりえさんはご存知ないですか？金のオウムと銀のオウムか。昔、ミルカにせがまれて私が作った話。じゃあ最後はどうなるんですか？即興で作っていたものだからよく覚えてなくて、多分途中でミルカが寝てしまってそのまま途切れていたと思う。でもミルカさんもとっても続きが知りたいみたいでしたよ。ミルカのお願いならやるしかない。また書いてみようかな。ゆりえさん本当に才能あるんだな。ミルカの幸せ者。ねえウィルベルさん、ステラートに来る前にはどこかに立ち寄りました？え、どうして？ニオちゃん覚えてます？うちに下宿していた。ああ覚えてるわよ。確かまた旅に出たんでしょ？そうなんです。今頃どこにいるのかなとか。それは大丈夫なんじゃないかしら。あの子意外とタフだし。そうかも。じゃないと一人旅なんてなかなかできませんよね。でもそうね、今頃どのあたりにいるのかしら。二人ともなんだかちょっと楽しそう。私たちもあんな風にお話ができる仲間にいつか入れるといいな。